ウィレム4世、ウィレム4世、ウィレム4世は、オランエコ及び、オランダ総督。オランダ7州の総督をすべて兼ね、また、総督職の世襲を公認された、最初の人物である。父は、オランエコヨハン・ウィレム・フリーゾ。母は、ヘッセン・カッセル・ホーハク・カールの娘マリアル・イーゼ。父ヨハンの死の6週間後、レーワルデンで生まれた。そのためウィレムは、生まれるとすぐに、 オラニエ公を継承したが、1713年に、オランジュ公国はフランスによって、正式に併合されたため、以後オラニエ公の称号は、名目上のみのものとなった。1702年、ウィレム三世が後継者なしに死去した後、父ヨハン・ウィレム・フリーゾは、ナッサウケ冒険から、オラニエ・ナッサウケを継承していたが、ホラント州ほか4州の総督職にはつかず、 フリースラント州とフロー人間州の総督を父から受け継いだのみであった。ウィレム・アニ州の総督の地位を母の貢献のもとに継承し、1722年にはヘルダーラント州の総督にも任じられた。なお、オラニエ・ナッサ・オ家の継承については1702年、イライプロイセン・王家との間で対立が続いていたが、1732年にようやく決着がついた。 1739年と1743年に、ウィレムは、ナッサウ家冒険のナッサウリレンブルク博家と、ナッサウジーゲン博家の所領を相続した。1747年4月、オーストリア継承戦争に巻き込まれて、フランス軍の侵攻を受けた、連邦共和国は、イギリスの後押しもあって、ウィレム4世を7州すべての総督に選出して、陸海軍総司令官とし、 その地位の世襲を宣言した。政務の経験はほとんどなかったものの、ウィレムは有能な古文官と民衆の人気に支えられ、1748年のアーヘンの和訳で、連邦共和国は少なくとも損失は免れた。また、1747年には、ルートビヒエルンストフォンブラウンシュバイクリューネブルクと出会い、1750年に彼を総司令に任命した。これにより、 ルートビヒエルンツとは後に幼いウィレム5世の接生団の一人になる。ウィレム4世は1751年、デンハーグで死去した。オラニエ公は幼い息子ウィレム5世が母案の貢献のもとに継承し、成人後に世襲になった全州総督の地位につくこととなる。1734年3月25日、ウィレムはセントジェームズ宮殿で、 グレートブリテン王権ハノーファー選定校、ジョージ2世の長女案と結婚した。二人は一男四女を設け、うち一男一女が成人した。1720年、ガーター勲章を授与された。ありがとうございます。